という感じ。おはようございます。おはよう。起きてますか皆さん。お仕事かな今日も。おはようございます。朝から可愛い、嬉しい。おはようが新鮮。確かにかりちゃん、おはよう。おはようございます。今は7時台、7時20分。おはようねえ。朝一珍しいけれども、ちょっとあのなんだろう、もっと頻繁にやろうと思いました。家出るご夫婦ありがとう。元気だね。だって元気だね。そうなんです、そうなんです。今日は私がシャーベットピンクの発売8日前カウントダウン、私が担当します。担当してますがね、はい、もう公式さんの方で上がっているので、ぜひぜひ皆さんいいねやリツイートなどよろしくお願いします。8日前です。帰り担当、あれ研究生と先輩が交互になっているんですね。それで私になりました。ついに来ました。多分いつ来るのかね、みんなドキドキ、ドキドキはしてないかな。ドキドキとか、え、かえりちゃん本当に来るのって、来ないんじゃないのって、忘れられてるんじゃないのって思ったかと思うんですけれども、なんと私は8日前でした。字が綺麗。嘘だ、え、絶対に嘘。うん、ほう、そうそうそう、なかなかね現れないなって。30人いるからね、後半の後半だったんですけれども、はい、ぜひ皆さん見てください。なんかシャーベットピンクの衣装はまだそのいっぱい着てないので、え、もう2、3回ぐらいしか着てなくて、写真も結構レアなものにだと思うので、しかも全身だし、なのでぜひシャーベットピンクのその告知の画像は見ていきたいの、見ていただきたいのと、左側に直筆で、文章が書いてあるんですよ。あれはカホに帰りたいって言ってせかされながら一生懸命書いた文章なので、ぜひお読みください。なんかね、私とひのと誰だっけな、カホとかがいて、でなんかあれ別のなんか白い紙に書いて提出なんですよ、とサインかな、提出なんですけど、なんか私が書き直しばっかりしてて5枚目ぐらいになっちゃって、なんかもういい案浮かばないし、表現間違っちゃうし、接続語間違っちゃう。それですごいやり直してたらね、そう、急いでって言われて、うん、でもちゃんと満足いく仕上がりになりました。読んだ、読んだ、ありがとう、嬉しい。ぜひぜひお読みください。皆さん傑作って、傑作、うん、傑作なんでだろうね。8日前の理由はあんまりないんじゃないかな。特にわかんないけど、安定にか、嬉しいね。めちゃみな帰りなのでレアかもしれません。保存した、ありがとう、嬉しい。ぜひぜひ見てください。そしてね、今日ね言いたいことまとめてきたんです。はい、もう一個シャーベットピンクの話。テレビブロス様、テレビブロスさんのノートバージョンの方にリモートで取材をさせていただいた内容が載っております。それも、あ、今日担当だ。あれ、これってあれなのかな、ツイートに合わせてるのかな、合わせてるのかわかんないんですけれども、テレビブロスさんのノート版に私のリモートのインタビューが載っております。あ、もう読んだ、ありがとうございます。ちょっとこちら有料の記事になるんですけれども、はい、ぜひお読みください。なんかリモートの取材はこれが初めてで、なんかどんな感じなのかなって思ってたんですけれども、
結構自分の気持ちを素直に伝えられたんじゃないかなと思うので、はい、お読みください。あ、もう読んだ、ありがとう。それで緊張してたんだねって、あ、自分が言ってた取材をしていただいたっていうのは、テレビブースさんではあの後のことを自分は言ってたから違うんですけれども、テレビブースさんの取材はなんかリモートだしお家でできるし、なんか直接お会いするわけじゃないからかな、そんなに緊張はしなかったです。なんか落ち着いて自分のしたいお話ができました。そうなの、そうなの。これはなんか同期にというか同期についてとかも話したし、こう NGT とかアイドルに対しての考えみたいなのもちょっとお話ししたので、ぜひ読んでいただきたいなって思います。じゃ私も今日読んで読みますね感想またメールなどに書きます。お仕事行ってきます。みんなもお仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。そしてですね、フォトログになんか昨日なんかメールでドクターイエローの話して、で、ね、昨日の深夜でも12時とかそこらあたりにね、あのフォトログを見てみたら人気記事がなんとまた4つになっていて、でなんかしかも私最近フォトログコラージュするの、コラージュしてした画像を投稿するのにハマっているので、なんかもう電車だらけみたいな電車だらけ模型だらけみたいな感じなんですけれどもはい、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。あの糸魚川編が4つも並んでいて本当にありがとうございます。いいねしてくださった皆さんありがとうございます。え、本当にすごい。なんかもう誰がいいねしてくださってるんだろうってちょっと思います。うん、誰がいいねしてくださったんだろう。うん、でも本当に嬉しいですし、うん、なんかフォトログは結構自分の趣味のことを発信して、なんかツイッターで NGT とかプライベートとかでやや趣味みたいな感じで使い分けるのがすごいなんか大事かなみたいな風に思って、そしたらファンの方もなんか SNS チェックしやすくなるかなって思いまして、こういう使い分けを始めましたね。うん、でもね、なんかインスタじゃないな、755が今はそのメールでも言ったかもしれないんですけど、ショールームの時間帯とかフォトログに URL 貼っているんですけれども、それはいいのかなってちょっと疑問なんだよね。いいのかな、やってみてる。今月はとりあえずそうしようかなとはね。フォトロガーフォトロガー、うん、おはようございます。おはよう。でもなんかとりあえず今月はそういう風にしてみようかな。今月は残りの日にちはそんな風にしてみる。でなんかインスタの質問、あ、フォトログ5時っちゃいました、ごめんなさい5時だよねって、昨日でも上がった瞬間になんかもう鳥肌が立った、5時っててだから今日ちょっと訂正しようかなって迷う。そう、フォトロガーだるま、ありがとう。フォトロガーです。うん、
なんかインスタの質問箱と755の質問返しもメリハリをつけたいなって思ってて、755はお誕生日おめでとうボットもうだし、755の方が結構気軽にポポポって返せちゃいますね。画像の貼り付けとかも文字の選ぶのとかもないから結構ポンポンって感じです。寿司、なんかわかんないけど、今日朝ツイートしたんですけど、ハッシュタグが使われてなくてハッシュタグ糸井川、ハッシュタグ B 級グルメで今日の朝おはようツイートさせていただいたんですけど、なんかハッシュタグが無効になってて、なんか真っ黒になっててね、なんでだろう、あれもしかしてシャープになっちゃったのかな、シャープでしたかあれわからないけど、なんでだったのかな、そう食テロなんだけどね、そう、それがね、なんでってやり直そうかと思ったんだけど、なんか私すごいさやり直ししすぎな気がして、もうじゃあハッシュタグはいいかなって、スペース開けた気がするんですけど開いてなかったですか、気のせいかもしれない、こんばんはだって、おはようだろう、へえ、意図間違えた、あ、嘘、後ろとはスペース空けた気がするんですけど前とはスペース空けてなかったかもしれない、あ、前ともスペース空けなきゃいけないんですか、なるほど、なんかやっぱりツイッターはまだビギナー、初心者ビギナーなので、頑張ります文節にハッシュタグ入れるときは前後に半角スペースが必要だって、やばい無効だだからかショック、でもそう、これで学んだので次からハッシュタグちゃんと使いたいと思います。それだったみたい、シャープではないよあれ、シャープじゃない、ちゃんとタグにしました、帰りお嬢様だって嬉しいけど、今日の髪型から全然お嬢様じゃないけどこれ、あ、サインすごい順調です、順調です、もうちょっとで終わります、サイン、あ、ちょっと手洗ったからなくなっちゃった、やっぱりついちゃうんですよね、見てペンダコできた、じゃん、もともと私筆圧が濃いので、なんかペン握るとすぐタコができるんですよ、筆圧が濃すぎて、なんかもう小学校の時からのそれが悩みで、なんかね、小学校の時筆圧が濃ければいいみたいな風にもう勘違いしてた時期があって、でそれが影響でなんかもう字は濃く書くものみたいな、そういう時期が私あったんですよ、だからなんかこう鉛筆持つ時はなんかね、なんか今ないんですけどビニールみたいなゴムみたいなやつをはめて持ってた、そうするとタコができにくいみたいな、これちなみに見てホノルルいただきものかしら、そうなんですよね、でね、中高はシャープペンシルになったんですけど、やっぱりね筆圧が濃いせいでねタコができちゃって、その芯折るタイプだって、あ、結構折りますね、なんかやばい時やりました、なんかね芯折りすぎちゃって芯が目の中に入ったことがあったの、やばくないですか、シャープペン使ってて芯が0.3 を使ってて、すごい 0.3 って折れると飛ぶんですよ、で飛んで、あれなんか違和感って思ったらね、なんか目の中に入ったっていうかね、目の下のここに乗っかってたんですよ、
入ったっていうかこの下まぶたの上にね乗っかってたの。やばいやばいやばいって思ってすぐにあの目薬さしたらあの浮き出てきた。え本当に、え嘘じゃない、本当にあるんですよ、本当にあるんです、本当にあるんですよあそう刺さったんじゃなくて乗っかったんです、目に、目に乗っかったの。でも本当に私筆圧が濃くて、でなんか本当はダメだけどさ、ちょっと待って、なんかいいのがないな。本当はダメだけどさ、普通こうじゃないですか持つ時で、ここが痛、ここがタコになるじゃないですか。だからこうしようと思って、ここにさすがにここは痛くならないんじゃないかって、タコ痛いからこう、そうこういう持ち方に一時変えればこっちも治って、こっちはタコできないかと思ってね、これで勉強してたらここにもタコができたんです。あ、今はないんですけどねっていう感じ。すぐタコができる話。そう 0.3 が多い。あと 0.2 っていうのがあるんですよ。 0.2 も使ってましたけど、三振が高くて10本でも何百円みたいな世界だから高すぎて、うん、ちょっと話持ってないぞ、うん、そう結局タコまみれになっちゃうんです、私何しても。ちなみにカイリのペンちょっともったいなくて開けてないんですけど、新潟駅に売ってました、お気に入り。足にタコはできないですね、なんでだろう、足にタコはないないよ。なんかねクリアファイルとかストラップとかいっぱいあった、新潟駅にあった、そう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 売ってた。なんかね恥ずかしかった買うときいや別に店員さん帰りが帰りだって知らないと思うんですけど、なんか自分の前照れるって思って買いました。疲れ様疲れ様、うん、ちょっともったいなくて、使ってないですね。あとこういうのも私使えないんだよね。えこれ品川限定だって、ロケット鉛筆って今すごい珍しいじゃないですか、だからこれもずっと使ってない感じですかね。あと私ね鉛筆ずっと使ってないのがいっぱいあって、ちょっと誰かにあげたいんだけど、小学生がいい、見てこれ、あ削ってない、削ってないものがねこんなに、あ1本削ってあった、こんなにいっぱいあってね。そうなんだ。なんかあの中学じゃないんだ、小学校の時は鉛筆で中学校の時はシャープペンシルじゃないですか。なのになんか私小学校の時になんか謎に中学校行っても鉛筆使おうみたいな風に思ってて大量に買っちゃって、でも全然使ってない、鉛筆使ってない、美術ぐらいしか使わなくなっちゃった。お小遣いから買うのって確か中学の時とか小学校の時お小遣いいただいてなくなかったから、多分普通に必需品としてあの買っていただきました。そう会社も学校行ってない言ってないのにね、なんかやっぱり捨てれなくて、昔のもの全然捨てれなくてずっとありますね。三角鉛筆使ってた、あ一時期使ってました、使ってました、グリーンとイエローのやつ使ってた、それもすっごい濃いんだよね、 2B とかだったねえ。
妹ちゃんにね、確かに今思うとメルカリに言ったら、なんか出品したことないんですよ何か出品してみようかな。サインの中に友達いたって、いやいませんでしたね多分、あ、でも母がいたって言いましたよね。母とあともう一人あの親戚の方がいました。それさっき気づきました。だから二人親戚と母がいた。妹さんいませんでしたね、ちょっと残念。みんないたよ、みんないましたよ。なんかね、あの昨日の夜書類も終わってからサインしてたら、グレがすごいニャー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 いてきて、だって泣いてきて、もう本当はダメだけどしょうがないなって思って部屋に入れたら、真っ先に生写真の上に乗っかってきて、でなんか猫ってなんかグレなのだけなのか分かんないけど、こう高いところに登りたがるじゃないですか、テーブルとか高いところに登りたがるし、なんかなおかつそこにあるものを足で蹴飛ばして下に落としちゃう癖があるんですよ。なんか前からやめてって言ってるのに、あ、怒ってるんですよ、怒ってるんですけどやめてくれなくて、だからそういう癖があるから、だからね、生写真がそうならないように私が防ぎました蹴飛ばされてないよみんなの、大丈夫大丈夫いやだ、そんなグレがさ蹴飛ばしたものを皆さんに配るだなんて。カエルちゃんもカエルとか木に登ったりするのだって、いや怒られた時じゃなくても普通に楽しむために木に登ることはあるけどね、スカート破けちゃってワンピース破けちゃってね。そう修正だよね、確かに。グレちゃんにかじられてほしい、やめた方がいいよ本当にね。私覚えてる、なんか自分のお小遣いをすごい何ヶ月も貯めて、一月1000円ぐらい、もう1000円とか500円とかぐらい貯めて、半年以上経った時にすごい高い iPhone ケースを買ったんですよ、6000円とかぐらいので、もうこれも絶対大事にしようと思って、で1階で充電して2階に録画役に行って、1階に行った時にグレがなんかもう手でも掴んで足でも固定して口でカンカッ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 みたいなことしてて、嘘でしょって思って、やめてやめてって言ってこう見たら、すっごいもうボロボロになってて、あの黒だったんですけど、皮だったのわかんないけど、もうボロボロになっちゃってて、そう。グレすごい、すごくないよ私の6000円ぐらいのあれ、もう私ケース今使ってるの300円とかなんですよ。300円とかの使ってる私が6000円のブランドのを思い切って買ったんですよ。アニエスベルかな、思い切ってもう小遣い貯めて買ったのにさ、一瞬でボロボロにされてて、怒って父に電話しました泣きながら、もうカエリが貯めたお小遣いなくなったって言いました。本当にもうだから許せないの許せん。あ、お父さん何も買っていただけなかったそうだね、ブランド物に嫉妬したのかな、だから今は300円のものを使ってる。あ、もう本当にもうダメージ加工とかもできない、もう本当にもうボロンボロンボロンになっちゃったんだよ。パンダのケースは無事だよ、無事だよ。そう、
ずっと前回は赤いやつで300円のやつ、今はなんか赤としてるの、あ NGT カラーの300円のやつでしたね。そうなんですよ。困った猫だよ、本当に困った。でも可愛いんですよね、本当に可愛いの。でも300円のものとか全然噛まないの。ただなんかあの時一回6000円のものをねボロボロにしたせいで、そこから全然もういいやって思っちゃった。え、でも猫は可愛い。でも結局許しちゃうんですよね。うん、結局許しちゃう。頭撫でると噛まれる、だって普通に撫でれば大丈夫。なんか多分意地悪したりなんか怒ってたりすると噛もうとする、なんか威嚇する、噛むふり、煽られる煽られる、なんか煽られますね。カエルちゃんおはようさん、可愛すぎ、ありがとう。そうなんですよね。でも仲良しだよ。おはよう、遅くなってごめんね。いいよ。猫部屋で飼うのはどうなんでしょうか。え、私あの私とかお部屋で飼ったこととあとなんか外で基本買って、なんか寝る時とかご飯の時になんかその猫用の小屋で飼うみたいなことがあったんですけど、でも結局どっちも可愛いし、なんかどっちもメリットあるじゃないですか。お外でいっぱい遊べるとか、でもお家でもそのなんか温度管理できるし、麺の届くとこにいるから安心みたいな、どっちでもいいどっちでもなんかもう一緒に遊んだり一緒に過ごせるならもうどこどっちでもいいんじゃないかと。カイリーも威嚇しますよ、真似するよ、真似すると逃げてくる。朝配信の雰囲気なんか好き、嬉しい。朝配信すごい久しぶりだったから、私どんなテンションになるんだろうって思ったんですけど、なんか昔よりはちょっと年を重ねた分大人になったみたいでそんなになんか八つ当たりとかはしてないですね皆さんに帰りちゃん久しぶり、そう本当に久しぶりでしたね、ごめんなさい。寝坊しました、おらもう大丈夫多分もうそうなったら逆に配信しないっていうのを選びそう今なら。ドラさんメンバー、犬飼ってるメンバー嘘だって、誰も飼ってないじゃないえ私猫、チカナ猫、ウミウミ飼ってない、ユナ飼ってない、誰も飼ってないじゃない。ちょっとあの方のサインって同じ佐藤さん、そうなんです、しおりさんとあとロッチの方のサインを発見して、そうなんです、びっくり。あのお店屋さんはですね、あーちょっと待ってください、読み方忘れちゃったんですけど、月徳飯店さん、月徳飯店さんで合ってるのかな、月徳飯店さん、帰りの声で頑張れますって、嬉しい。そこですそうだよ、どこと間違えたんだよしっかりしてくれ。あ、ちかなはね猫なんですよ、一緒猫派。なんか結構研究生動物飼ってたり、兄弟は全員いるし、兄弟姉妹は全員いるから。カエリちゃんおはよう、おはよう、聖地の誕生日
あ、AKB のドヤさん、AKB さん、あ、そうなんだ。猫の毛服につかないだって。ああ、あんまり気にしたことなかったです。なんかグレは毎朝やってるんですよ、外で。公務みたいな。ねえ、あ、そう、お皿もジロサちゃん飼ってるよね。かわいい。かわいいな。そう、ブラッシング、それです。ブラッシングしてる。お散歩とブラッシングしてる。なんか私よくグレが増殖して夢見るんですよね。なんか家行くとグレが7匹ぐらいいる夢。同じ夢ばっかり見るの。なんか今までグレが何度か脱走したじゃないですか。その度に実は私たちがその脱走からね、救った猫が違う猫だったっていう夢をよく見て で、また鈴つけて、また私の家で飼ってて、また逃げてっていうのを繰り返したら、本当は同じグレじゃなくて違う黒猫を7匹拾ってただけだったっていう夢をね、ほんと1回や2回じゃないの、尋常じゃないぐらい見てて、なんかもう本当にそれが、いいんですけど、あ、いいんですけどっていうか、でもやっぱり私はグレを飼ってると思ってたのに、ちょっと違う猫を7匹飼ってたっていうのを言う夢見る 映画にするって映画っぽい そう、あ、7匹一気に飼うんじゃなくて入れ替わりなんですよ。逃げちゃったって、あ、グレよかったってなったら、また違うグレだった、それも逃げちゃった、また違うグレって、もう7匹、そういうやつ 小説にしよう。そう、そういう夢見ちゃった。でも最近はあんまり夢見ないかな。が一時すごいゾンビの夢ばっかり見る時があって、ゾンビの夢ばっかりでね、なんか分かんないけど、それをメールに書いちゃったら届かなかった 朝からなんかすっごいさ、ゾンビの話ばっかりしすぎちゃって、ごめんなさい。そういうのは届かないみたい。ゾンビの夢も見る。なんか結構ね、なんか好きなものとかさに影響されやすいんですよね、夢が。んかさ、そう、あ、ウォーキングデッドの、あ、確かにウォーキングデッドとか、多分メンバーの何々に追いかけられたとかダメなんだと思う 面白いのに。ホラー好き。あ、ちょっと待って、今何時？何時？あ、53分、いい時間だこと。ということで、それでは、帰りの久しぶりの朝配信を終わりたいと思います。見に来てくださった皆さん、ちょっともう、お仕事行かなきゃとかさ、お仕事の最中だよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、見てくださってありがとうございました。また朝配信、近いうちにします。また来てくださーい。今日も一日頑張りましょう。ラッキーカラーは赤ー